今も α7s3 をメイン機として使い続ける理由をお話します。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田内です。今回のお話は、僕が未だに α7s3 をメイン機として使い続ける理由についてお話ししていこうかなと思います。で、こちらのカメラは確か2020年の秋頃ですかね、発売されて、で僕が購入したのが2021年のおそらく2月とかぐらいだった気がするんですけども、まあ、それからずっとメイン機として使っています。その時の2021年から今の2023年の秋まで、まあ、ものすごい数のカメラがソニーから出てるんですけども、未だに僕はこの α7s3 に愛着を持って使い続けているので、その理由を皆さんにお話をしていきたいなと思います。まず一つ目の理由なんですけども、まあ、ソニーの現行の動画機として、この α7s3 はその動画性能としてやっぱり最高レベルだと思っています。まあ、このカメラが発売になった後に、まあ、FX3 とか、あとはまあその他いろいろその α7-4 のハイブリッドのカメラとか、あの APS-C のカメラとか、まあ、いろいろ出てきてますけど、やっぱり動画としてはこのカメラを超えるものはないですよね。なので、まあ、同程度に撮れるカメラは今少しずつやっぱ増えてきてますけど、あのこのカメラはその最強のレベルのカメラの一つだなと思ってます。このカメラでもしなんか撮れないものがあるとすれば、なんかそれは全然このカメラのせいじゃなくて、やっぱ自分の技量が全然足りないだけだと思うので、なんかそういう風に割り切って、あのこのカメラでできないことはなんかもうちょっと自分の技術や知識を磨いていこうみたいな、なんかそんな感覚で思ってますね。なので本当にあのこのカメラ多分今買ってもその全然あのいいカメラだと思いますし、まあ、個人的にはこのなんかファインダーがあって、その、まあ、カメラっぽい形っていうのもあのすごくいいなと思いますね。ね、まあ、僕もそんな今全然本当写真撮んなくなっちゃったんですけども、時々写真を撮りたい時にこのやっぱファインダーがあるっていうのもあのなんとなくあの好きな理由の一つです。で、2つ目なんですけども、やっぱそのソニー機として安定したそのオートフォーカスと、あとは手ブレ補正を持っているということですね。で、オートフォーカスに関しては、まあ、最近の新しい機種だと、まあ、大体その AI プロセッシングユニットオートフォーカスっていうのを積んでいて、まあ、例えばこう後ろを向いたりしてもこのオートフォーカスが食いついてくれたりして、オートフォーカスの精度は上がっていると思います。まあ、ただこの α7s3 のオートフォーカスでなんかそのすごく悩んだり困ったりっていう経験があるかと思うと、それは全然ないんですよね。この α7s3 のオートフォーカスでそのフォーカスが合うスピードとか乗り移るスピードとかも全部調整できるので、その被写体に合わせてそういうものを変えたりとか、あとはそのフォーカスエリアで真ん中だけフォーカスするとか、あとは自分の狙った場所にこうゾーンでフォーカスするとか、画面のどこでもピントが合うような、まあ、ワイドで撮るのかみたいな感じで、その状況に合わせてそのオートフォーカスの合う場所を設定したりとか、あとはもうそのオートフォーカスがこの弱い場面っていうのはもうシンプルにマニュアルを使うみたいな感じでやると全然困ったりすることがありません。で、まあ、おすすめとしてはそのやっぱりオートフォーカスとマニュアルフォーカスをこう一発で切り替えられるボタンを割り当てておくと、そのオートフォーカスが苦手な場面ではもうシンプルにマニュアルに切り替えて、まあ、撮れば全然綺麗に撮れるので、あのうまく活用していけばそのオートフォーカスも本当にあのこれで困ることはないなと思います。で、あとやっぱり手ブレ補正も非常に優秀なカメラですよね。で、このカメラはその手ブレ補正がそのスタンダードとそのアクティブ手ブレ補正っていうのがついてて、アクティブモードがソニーのカメラについたのはこのカメラからなんですよね。で、やっぱその手持ちで撮影するときにそのアクティブモードがあって、あの撮影すると本当に非常にその細かいブレっていうのを拾ってくれるので、あの非常に手持ち撮影がしやすくなったカメラです。で、僕結構その三脚を使って撮るのが嫌いなので、この三脚を使いたくないなと思うときはそのアクティブモードを使って、で、まあカメラのストラップとかでがっちり固定して、で、それからさらにそのファイナルカットの方で手ブレ補正とかかけると、あのかなり三脚なくてももうほんとパチッと止まったショットになるので、あのかなり好きな手ブレ補正ですね。それから三つ目にその色の情報がその422の10ビットで撮れるようになってるっていうのはやっぱいいとこですよね。まあ、現行のソニーの新しいカメラで中級以上みたいなカメラだと、もうそのどのカメラでも422の10ビットで撮れるんで、まあ今はその差別化としては全然ないんですけども、そのそれより上のなんかローで撮れるとか、ローを内部収録で撮れるカメラがまだ出てきてないので、そう思うとその α7s3 っていうのは色をいじるにはまあこのカメラでやっぱ十分綺麗にできるかなと思います。あとまあ4つ目なんですけども、やっぱりその 4K120p までちゃんと撮れるっていうのはいいですね。で、まあ 120p だとそのちょっとクロップされるんですけども、そのクロップ率もまだ他のカメラに比べて小さいですし、あのそれはあの非常に大きな利点かなと思います。で、まあ僕もほ
ほとんど 4K の 120p で撮ることはないんですよね。でももう本当にここぞという一瞬だけ 120p にしたいみたいなのは時々あるんですよね。まあ、例えばこの間出したお祭りの映像だ。お祭りの一番クライマックスでは 4K120p で撮ってるんですよね。でそうすることによって一番そのドラマチックに見せたいとこだけスローモーションになってっていうようなことができたので、こういった表現ができたのも 4K120p で撮れるっていうメリットを最大限に活かせたかなと思ってます。そうやってその 4K120p で普段ほとんど撮ることがなくても、本当にここぞというその一発だけでも撮れて、でそれをうまく活用することによってその映像に与えるインパクトっていうのはもうめちゃめちゃでかいなと思ってるので、やっぱこういった 4K120p で撮れるっていうのは、まあ本当に使う場面は本当にごくわずかなんですけども、非常に重要かなと思ってます。まあこのカメラ買った当時はまあ40万円ぐらいで、まあそれからその 4K120p で撮るためには CF エキスプレスタイプ A っていうそのメモリーを入れなきゃいけなくて、でそれがかなり高いのがちょっと難点なんですけども、例えばそのいつもカメラを買い替えるとかっていうのは、まあ僕はずっとこれ使い続けてるので、そういった意味ではそのなんか長い年数使うと思えば、なんかまあ高いけど割とリーズナブルになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。でここからまあちょっと雑談なんですけども、まあ、もし僕がこの α7S3 からまあ買い替えるっつったら、まあどんなカメラになるのかなと思うと、まあおそらく次のその α7S4 あたりになるんじゃないかなとは思っております。まあ、僕が次のこのカメラに期待したいなと思うのは、まあ、できれば 6K で撮りたいですね。で、まあ、6K で撮影できると、まあ、僕はかなりその 4K で撮影してても、その場合によっては結構クロップしちゃうんですよね。で、やっぱクロップすることによって、構造を整えたりとか、まあ、あとはその、まあ、編集でいろんなこう、テクニックを入れることが実はできるんですよね。なので、まあ、そういった意味でもしその 6K で撮れてて、最終的にタイムラインが 4K になるみたいなことができるといいなと思ってます。まあ、ただ、現実的にソニーの新しいカメラだと、6K のサンプリングっていうのかな。その 6K のサイズで撮ってて、それをその 4K の中に入れて、ちょっと画質が綺麗になるみたいな感じになってるので、まあ、ちょっと難しいのかなとは思ってます。二つ目にこんな機能があったらいいなっていうのは、やっぱその内部ロー収録ができたらまあいいですよね。まあ、今その、α7S3 だとその 422 の 10 ビットで撮れるので、グレーディングをしてもかなり綺麗にできるんですけども、まあ、やっぱりそのローで撮れたらもうちょっとこう色の深みとかが出せて面白いのかなとは思います。で、まあ、3つ目にもしあったらいいなと思うのが、このカメラって画質が1200万画素ぐらいなんですよね。でその画質を落とすことによってその暗所での性能っていうのを上げてるらしいので、1200万画素ぐらいになってるみたいなんですけども、まあ、これが例えば2400万画素ぐらいでその同じような暗所性能を持ってたら最高だなと思ってます。でなぜならそうするとその α7-3 とか4みたいにスーパー 35mm モードっていうのかな、フルサイズだけど APS-C と同じようにその 1.5 倍の倍率で撮影できるっていうやつがついてると、その例えば単焦点で撮ってる時とかには2つの画角で撮れるので、まあ、その画質が2400万ぐらいあったらちょっと嬉しいなとは思ってます。まあ、あとは α7-5 あたりのハイブリッド機が出てきて、この現行の S3 と同じようなその動画性能を積んでたら、まあ、それはそれでいいカメラかなと思うので検討しちゃいそうですね。最後にやっぱお伝えしたいなと思うのが、やっぱりカメラをこう長く使っていると、やっぱかなりいろんな癖が分かってくるんですよね。でそれによってこう、まあ、どこまでこのカメラができて、で、まあ、どこまでがこのカメラの限界かっていうのを理解して、でそこから自分なりにカメラの使い方をアレンジしていくみたいな感じにすると、やっぱりそのカメラが持ってるポテンシャルっていうのをやっぱどん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 引き出せて、でそれに合わせてその出てくるその絵っていうのもどんどん素敵な絵になってくるのかなというふうに思います。なので、まあ僕もまだまだこのカメラを使いこなせていないと思うので、まあこれからもしばらく使い倒して、まあカメラの使い方っていうのは勉強していきたいなと思っております。というわけで、もし本日の動画がお役に立てれば、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。オンラインスクールで学ぼう。石田雄一のオンラインスクール。